ジャン・ジョゼフ・タイヤソンは、フランスの画家、美術評論家である。ボルドー近くのプライで生まれた。ボルドー生まれの画家、ピエール・ラクールとパリに出て、ジョゼフ・マリー・ビアンの工房で学び、後に、ニコラ・ベルナール・レピシエに学んだ。1769年のローマ賞に、ラクールと共に応募するが、1位は、ルブトウ、2位に、ラクールがなり、タイヤソンは3位に終わった。その後、 ローマに留学し、ローマには4年間滞在し、新古典主義のスタイルの画家となった。1774年に、ボルドーのアカデミーの会員に選ばれた。肖像画や歴史画を描いた。フランスに戻った後、王立絵画彫刻アカデミーの会員の候補となり、1784年に、作品、ネッサンス・でルイス・サーティーンを提出し会員に選ばれた。 ボルドー美術館の装飾画も描いた。美術評論や試作も行い、偉大な画家の観察などの著作がある。ありがとうございます。